あ、こちら今ずらっとスマホホルダー並んでるんですけれども、スマホホルダーの話題をちょっとしていこうかなと思います。で、スマホホルダーも過去に、まあこれだけじゃなくて、もう少し他のものも紹介してきたんですけれども、まあざっくり言うと大きくは今これだけのスマホホルダーがトレンドとしてあります。で、今一番端のやつはこれからまた紹介するものになるんですけれども、今日お話をしようと思ってるのは、まあ、こちらです。私、携帯を変えて、で、皆様も iPhone 12とか13とかに変えてらっしゃる方、ね、もしくは14とか変えてらっしゃる方多いと思うんですけれど、スマホがかなり大きく仕様が変わっております。で、何が変わってるかと言いますと、このように、マグセーフ対応に今なってます。で、携帯自体が磁石になってて、ピタッとつけると、まあ、充電までできちゃう。ライトニングケーブルを使わなくても、充電ができるような、そういった仕様のものになってると思うんですけれど、まあ、それに合わせて、スマホホルダーも大きく変わってきていて、アクセサリーも大きく変わってます。で、私、今回ちょっと使ってるアクセサリーなんですけど、すっげえ良かったアクセサリーがあったんで、ちょっとそれをね、シェアしていきたいなと思ってるんですけれども、それが今、これなんですけれど、これ、ポップソケッツっていうメーカーのケースになってます。で、こちらもポップソケッツのホルダーなんです。で、見ていただくと、他のこの3つのホルダーに比べちゃうと、少しこう、チープさっていうのは、まあ、あったりは、まあ正直するんですけれども、でも非常にこれ、機能性として高いものになってて、で、これ、まあマグセーフになってると話をしたんですけれども、これ、このように外すこともできたりとかします。で、これ何かと言いますと、これグリップになってまして、で、なんでこれグリップこんなところについてんのかっていう話なんですけれど、こう今、携帯って今非常に高くなってますよね。で、この私の iPhone 13の Pro も、これ今価格が15万前後ぐらいするんですけれど、まあ、正直15万ぐらいしちゃうと、一昔のね、高級の腕時計と同じような価格のものになるわけなんで、こう落とした時とか、あと傷をつけちゃったりとかってなかなかできないと思うんです。そうなった時に、やっぱその傷対策とか落とした時の対策ってすごく必要だと思うんですね。で、それがすごく機能性として高いなっていうのが、このポップソケッツのこのアクセサリーになってて、これ、指をこういう形で間にこうはめ込んで使えるんですよ。で、そうすることによって、こう指、携帯、ここの指だけで携帯を支えるだけじゃなくて、ここの間にも挟み込んでる状態になってるんで、何かこう、気を取られた時とか手が滑らしちゃった時に、携帯を落とすリスクというものが格段に下げるということができるんです。そこがすごくね、いいところで、未然に携帯を落とすということを防げる。まあ、そういった意味でものすごく、このポップソケッツのこのアクセサリーっていうのは、すごくいいものになってます。で、今もう、こうあるべきだっていうアクセサリーかなと思うんですけれども、じゃあこれに合わせて今度ホルダーも変えていかなきゃならないっていうことになるわけなんですけども、いち早く、まあ、このポップソケッツ、同じまあメーカーのものなんで、それに合わせたこのホルダーっていうのがこちらに今なっていて、で、このグリップがついていても、ピタッとこういった形ではめ込むことができると、まあ、いうところがすごく使いやすいところになってます。ただ一つだけ短所っていうのがあって、これ、充電ができないんです。まあ、充電できるタイプのものも、もしかしたら出てくるかもしれないんですけど、これは充電ができるタイプのものではなくて、ただ単にもうそのままポンとつけるタイプのものになってます。もうこれでだから充電ができるタイプのものが出てきちゃったら、もうこれ以上いいものないんじゃないのっていうぐらいすごくいいものになっていると思うんですけれども、まあ、車で使うという意味において、車のガジェットとして使う意味においてもすごく使いやすいものになってます。じゃあ今までの、じゃあスマホホルダー、じゃあどうだったのっていう話になるんですけれども、ポップソケッツ自体も他のホルダーが使えるようにもちゃんと実は考えられていまして、これ、別売りになってるんですけど、これ外すことができます。これですと。そうすると、従来のこのホルダーも使えて、もちろんこうやってチャックすることもできる。もちろんこういったタイプのものがいいよっていう人ももちろん
いらっしゃると思いますし、未だにこのデザートウエストのホルダー売れてますし、あとはこういったツルクビタイプのものですと、低くマウントできるというメリットがあるんですけども、まあこういったものももちろん使えます。で、かつ、冒頭でもご紹介した通りなんですけど、このポップソケッツのこのホルダー自体の一番短所というのは、充電ができないっていうのがあります。で、最近ですとこちら、今度また紹介するんですけど、この充電できるタイプのものが今回、新しく出ておりまして、で、これマグセーフ対応なんですよ。ポップソケッツはこのケース自体が磁石になってるんで、このケースをわざわざ取り外すことなく、このような形で、チャッキング。まあ、これもう自動、電動のやつなので、チャッキングも自動でやってくれるやつなんですけれども、ちゃんとこういったものにも、ポップソケッツのアクセサリーっていうのは対応していると、まあ、いうことで、すごく便利なアイテムになっています。で、また取り出して使うときはこんな形で、はめてあげれば、ちゃんとグリップとしても使うことができるんで、まあ、私はこういった使い方をしています。はい。なので、すごく、この、いろんなスマホホルダーがある中でも、このポップソケッツのアクセサリーというのは、しっかりと汎用性を持たせて使うように配慮されているというところも、すごくいいところになっていると思います。あと、もう一つ、大きなところとしては、携帯って車で使うだけじゃないですよね。僕も、携帯自体は、MacBook Pro の横に置いたりするんですけど、その場合はこういったベルキンっていうものの、これもマグセーフ対応のスマホホルダーなんですけど、これは自宅で使うタイプのもので、まあこういった形で私使ってます。で、これのいいところは何かっていうと、やっぱりちゃんとマグセーフ対応で、かつ、このマグセーフ、このケースを外さなくても、ちゃんとマグセーフが使えてチャージができるっていうところです。なので自宅でもこのケースを外さずとも使えてしまうっていうところがすごく使いやすいところだなって思っています。もうこれ一回使っちゃうともう手放せない。もうそのぐらいのものになってるって言ってもいいと思います。で、また外で持ち歩くと、まあ言った時なんかはこれをつけてしまえばいいわけなんです。で、これ実はグリップだけの機能を果たしているものではなくて、ちゃんと携帯自体をこのように立てることができる。横にも立てることができて、で、残念ながらこの型のグリップですと、縦に置くことができないんですけれども、もし縦に置きたいということを優先したいんであれば、こちらのケースに付属のこちらのグリップを使っていただければ、まあ、通すタイプになってしまうんですけれど、この形で縦にも立てることができるようになってますんで、ただ単に携帯の落下防止というためのグリップということじゃなくて、ちゃんと携帯も立てたい時に立てられるというところもすごく考えられて作られていると思います。そこがすごくいいところだなって思います。で、さらに、このポップソケッツってデザイン性もすごく意識して作られているところもすごく私もこれ購入した時にすごく楽しいなと思ったところなんですけど、例えばグリップこれ今私カーボンにしてるんですけど、まあこういったものに変えることもできたり、あとはこちら、これもともとついてたやつなんですけど黒です。でこれ黒がついててカーボンに変えたんですけども、このような形で変えたりすることもできます。で、あとはまた別のもので、こういった別タイプのものもあったりするんですけれども、自分の好みに合わせて、こういったものも変えたりすることができるんで、すごくこう使ってて楽しみのワクワクドキドキするような、そういった商品になっているっていうのも、すごく特徴的なところだなって思います。はい。まあ、てことでですね、今回このポップソケッツのこちらホルダー、それからこちらのアクセサリーご紹介したんですけれども、
いや、これはもう一度使ってしまうと、もう手放すことができない。特に iPhone11 以降のマグセーフ対応の、まあ、高価な携帯であればあるほど、携帯を守るという意味においても、すごく重要なアクセサリーになり得る存在、ポップソケットになってくると思いますんで、で、かつ、こういった従来のスマホホルダーにもしっかりと対応して作ってあるというところも非常にこのポップソケットを大きく進められるところかなと思いますんで、まあぜひこちらのポップソケットの商品概要欄に貼っておりますので、興味のある方はぜひそちらをご覧になっていただければと思います。最初スマホホルダーこうやってずらっと並んでいて何事かっていう思われた方も多いと思うんですけれども、まあ今回はこの iPhone11 以降からの、まあ、画期的なスマホのホルダー、それからスマホのアクセサリー、まあ今回はポップソケットのご紹介を皆様にシェアさせていただきました。当チャンネルではこういった新しいガジェットをいち早く紹介しておりますので、最新の情報を入手したいという方はぜひチャンネル登録をしていただけますと幸いに思います。それでは失礼をいたします。